はい、こちら、1日1ガンダム、はい、今回は、ゼータガンダムに出てきました、ライラ・ミラ・ライラ分からへんともういいけど、グリーン・ノア、グリーン・ノアから、地球に降下するまでの間に、地球連邦軍やな、エウゴじゃなくてティターンズでもない地球連邦軍の合流があった時に、あの女の人やライラ・ミラ・ライラが乗ってたのがこれガルバルディ・ベータ、ガルバルディ・ベータ、ベータっていう限りはアルファってあんの？実はね、ガルバルディ・アルファっていうのがあります。設定上ね、ガルバルディ・アルファがあって、こっちはガルバルディ・ベータの方やん。こっちなみにね、不遇な機体、ガルバルディ・ベータ。なんとね、マスターグレードで出てないはずやねん。ガルバルディは。マスターグレードないやろ、ガルバルディ。当時ね、ゼータガンダムでは、ゼータガンダムシリーズでは、100分の1があったんやで。まあまあかっこいいやつが。で、100分の1の機体に、ライラ・ミラ・ライラっていう女の人がついてたんや、このちっちゃいやつが100分の1で。今日ちょっと見たわ。見た。あ、ガルバルディ・ベータの100分の1やんと思って、ちょっと持っておいてこようかなと思ってんけど、まあね、もうすっごい数のプラモデルがあって、もうさすがに新しい箱開けられへんぐらいあるからやけど、このね、バンダイのガルバルディ・ベータって、意外とね、個性がないように見えて、すごいね、堅牢な作りっていうのを、このガルバルディ・ベータって、意外とね、かっちりした作りやのよな、これ。意外と。改めて僕もこれ、箱にしまってあったやつ出してきたやつに、一回きれいに拭いたんやん、これ。アルコール入った。アルコール入りのウェットティッシュ吹いてんけど、こうやって置いたらガルバルディベータって意外とデザイン的にいけてんなってちょっと思ってんねん、実は。これで、まずは頭、これな、頭ゲルググ、ゲルググの系統から来る、頭で、ここ胸の上な、このミディアムブルーのこの部分が、装甲じゃないとこが見えんのがかっこいいね。で、チラッと見える動力パイプみたいなやつもかっこええねん、これ。ちょっと抜いたろか、頭。こんな感じで。ほら。待ってや、アップしたろか。こんな感じ、ほら。ちゃんとね、動力パイプがあんねん、ここ、ほら。ガルバルディベーターは。顔にもあんねんけどな、動力パイプが。で、あとこのコクピットやな。コクピットがあって。で、ビームライフルが、ゲルググの流れを組んでるから、横にスコープがあんねんな、これ。それ以外は、ゲルググのそれやけど、ガルバルディ、ベータ。これ。かっこいいですよ、これ。かっこいい。残念ながら、ゼータガンダムでは、ライラ・ミラ・ライラが、神指弾にやられた後、ジェリド・メサが、一回だけガルバルディに乗ってんねんけど、その後、一回も出てけへんねん。ガルバルディ・ベータって出てけへんねん、その後。ライラ・ミラ・ライラがやられた後、ジェリドが乗った後、マラサイカなんかになんねんな。ハイザックの、バージョンアップしたマラサイになってから、このガルバルディが出てこなくなんねん。ちょっと残念やで、みたいな。で、改めて見たらね、バンダイっていう会社の、ちょっと頑張ってる感がね、すごい伝わってくるね、このガルバルディベータって。これ普通に
普通の作りに見えて、実はね、まあまあ凝った作りやねん、これ実は。ガルバルディベータって。あのね、なんやろ、バンダイっていう会社が、バンダイっていう会社がね、あの、一年戦争の頃のゲルググ。要は昔の500円のゲルググやな。昔の500円のゲルググの、なんか、あのひどさ、500円のゲルグのひどさを、なんとか挽回しようとしたんが、このガルバルディベータ。ほら。これだからね、ガルバルディベータって、シールがないねんな、これ。初期のね、ゼータガンダムとか、一部キットはあんねんけど、あの、シールがない。シールないねん、これ。モノアイのとかシールやったはずやねんけど、他にないねんか、シールの部分が。これはね、特筆すべき点やで。うん、もしかしたら僕貼ってないだけかもしれんけど。かっこええねん、ガルバルディベータ。これ、見てほら、かっこええやん。だ、連邦軍やん。チターンズじゃないねん。連邦軍が使ってた、ガルバルディ、ゲルググのシリーズでいう。これ、かっこええで。あのね、100分の1、昔のガンダムやな。昔の1000円やった、1000円やった100分の1のガルバルディ。見たいっていう人が、見たいっていう人が、10人以上おったら、見たいっていう人が10人以上おったら、見たいっていう人が10人以上おったら、100分の1のガルバルディベータ持っていたんで、一回箱組みしたんで、モナカ構造やけど、昔のバンダイの1000円やった100分の1のガルバルディ。結構ね、出来がいいね、昔のガルバルディは。これ。1日1ガンダムやけど、あのね、毎日1個ずつね、毎日1個ずつガンダム映してたら、ちょっと愛着湧いてくんな。愛着湧いてくんね、これ実は。これ。1日1ガンダムってやってたら、まずは作らんでいいことね。汚れてたりとか、ホコリを取るために拭くことは拭くねんけど、それ以外しなくていいんやったら、これほど楽な、あれはないなって思ったな。ガルバルディベータ。ちなみにね、未開封の赤色、未開封の赤色はね、ガルバルディベータは5個ぐらいあったで。未開封の赤色、5個ぐらい。やっぱ買ってんやろうな。かっこいいから。いやなところ。で、ほら、かっこいいっすよ。ガルバルディベータ。どこがかっこいいねんって言われたら、良くもないし、悪くもないところ。これね、バンダイではね、特筆するべき点がここやね。良くもない代わりに、すごく悪くもないねん。ごくごく標準的な出来上がりなんが、かっこいいねん、これ。ガルバルディ。な。何回も言うたけど、ほんまに乗ってる人誰言うたら、ライラ・ミラ・ライラ。そんな名前の人いてんのみたいな感じだけどな、これ。うん